うも、亀山です。まあ、今ね、ニュースで、はい、コロナ騒がれてるけど。騒がれてます。うん。宮城でもね、感染者12人に増えちゃって。増えてます。うん。石巻に来るのも時間の問題だよ。そうですね。うん、いつ、我が身行ったと思うと、ちょっと怖いところもあります。そうだよね。そうだよね。だから、まあ、うちらもね、まあ、一応 YouTuber だけど、撮影はしていくよ、はい、これからも。そうですね、うん、ただあの人の多いとこ、はい、そういうとこはなるべく自粛して撮影していこうと思うわけ。あ、確かね、クラスターとなり得たらね、大変ですからね。そう、いつね、映るか分かんない、この状況だからね。で、外出る時もちゃんとマスクをして、はい、ね、咳エチケットです。そうそうですね。で、アルコール消毒もして、家に帰ってからうがい手洗いしてね、家族とかね、うつらないように。そう、大切な人にね、うつっちゃったらね。そうですね。想像してみ、はい、大切な人にさ、うつったの。やだよ、俺。本当に。お互いにね、そうそう。そういうことにならないように。うん。うちらも、皆さんも、コロナ対策、一緒に頑張っていきましょう。頑張っていこう。まあ、うちらもね、ちゃんと、対策をしていくから、みんなも対策していこうぜ。以上、亀山でした。亀山でした。バイバイ。